どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、タウンホール10のですね最終回となりました。今回はヤスさん、そしてイロリンさん、そしてデジタルイケッチさんの、タウンホール10の方が星さんを取られてしまったリプレイ、早速見ていきましょう。まずですね、やはりヤスさんの村はこのような村で、日壁ものすごいですけれども、まあ防衛説的にはヤスさんタウンホール10に上がったばっかりということで、施設的にはタウンホール9に、インフェルノタワー2本ひっついたような配置となっております。まあこの配置の特徴というのは、まあそこまで、その例えば何でしょうね、壁の中に防衛施設しか入れないような配置という感じで、その特徴的なベースとかではないですけれども、まあ見ていきましょう。編成はやはりハイブリッド、見ていきましょう。まずはどこから行くんでしょうか。下からですね、援軍と自前のゴーレムを出してヒーロー35、そしてどうするんでしょうかね、ジャンプの呪文ですかね、ここはやはりジャンプの呪文。さあここでババキンがそれそうですけれども、大丈夫でしょうか。あ、やはり中心部に行ってくれましたね。ここで、対空砲1本とアーチャークイーン援軍を処理しようという考え方でしょうね。さあライトニングで援軍処理されました。さあここでゴーレムが、はい、まあそこでまあゴーレムが対空砲を殴っていますね。そしてアーチャークイーンとかはさ、対空砲1本破壊できましたけれども、巨大クロスボウ破壊、そしておっとここでアーチャークイーンが対空砲に向かないですね。さあここでインフェルノタワーを破壊されましたね。さあここうまい、この時点で対空砲1つ、そして、インフェルノタワー1つと、まあ基本的にはやはりハイブリッドですと、やはりゴーレムを2体使っているのであれば、やはり対空砲は2本破壊したいですけれども、まあ、破壊できなくても星さんが取れてしまうということですよね、要するに。さあ見ていきましょう。さああとは空軍、そう出しました。今回もやはりちょっとあれですね、ラバーハウンドは外側から出して、まあそこまで今回はその外側から出していないイメージですね。はい、そしてもう一体のラバーハウンドはおそらく、あ、やはりちょっと遠目から出すっていう、そういうところがやっぱポイントになるんでしょうね。ちょっと遠目から出す。さあレイジの打ち方もですね、あ、やはりそのハイブリッドですと、やはりその時計回りとか反時計回りとかにした方がいいですね。あのこういう風に出すことによって、ここら辺のラバーもバルーンはこっちに行ってくれますし、こちら破壊し終わったらこっちに行ってくれますと、行ってくれるということで、結構その方向をね掴んだ方がいいかなと思いますね。あとはそのやはりラバーパピーが重要となってくるという感じですかね。この時点でラバーハンドは生きていないですけれども、いや素晴らしいな本当に。やはり今回のそのヤスさんが攻められたリプレイのポイントは、レイジとかそのバルーンとかラバハンドとかの出し方で、その時計回りで出していくということが重要だなと思うリプレイですよね。さあ今回イロリンさんの、ベースでございます。さあここでおーゴーレムを2体、まあ点出しみたいな感じですよね、要は。さあここでサイドカットをしていっております。さあここでどうなるんでしょう、ウォールブレイカー来ました。さあここで、おお、なるほど。さあここで対空砲が、でも対空砲が1、2となるんで、そしてインフェルノもちょっと離れてますよね今回。さあライトニングで処理、離れているんですよね今回は。さあここでしっかりとその星3狙いでできるんでしょうか。さあここでジャンプの呪文を打っていきました。もうここでバルーンを出してですね、サイドの裏バル的な感じを出してますよね。なるほど。ここで、そのジャンプの呪文を打つことによって、もう中に侵入していくと、もう半分の目破壊しちゃってますからね、もうすでに。さあ、1つ、2つ破壊されました。もう一見、ここで結構遠目に出すので、結構辛いかなと思うんですけれども、もうこの時点で、もうここら辺のブロックはもう半壊してますからね、基本的には。もう 41% 取れています。ゴーレムとヒーローのみで。まあ、ウィザードも入ってますけど。さあここでもうバルーン、出していきました。ラバーハウンドと、あとはもう、やはりですね、このような感じで今のようにですね、
バルーンの出し方注目していただきたいんですけれども、バルーンをジュボボボボジュボボボって出すよりも、一つの防衛施設に対して 2,3 体、一つの防衛施設に対して 2,3 体点でですね出していくことも結構重要かなと思います。さあ、ここでもうラバハンドがまだ生きておりますね。はい、まだアーチャークイーンもまだ生きてるっていう驚異的ですね、これは。まあ、あとは、バルーンとかで、しっかりと後処理をしていくという感じでございます。はい、ということで今回もですね、やはり今回の、まあ、特徴のポイントは、まあ今まで見てきたリプレイとかのその重要なポイントが集結されてますね。さあ、デジタルイケッチさんのリプレイを見ていきましょう。はい、まあデジタルイケッチさんがやられたというリプレイですね。今回もやはりゴーレムが2体、導入され、ウィザードでサイドカット、まあ、ババキンがね、ババキンのためのサイドカットですね。やはりババキンがもう外に逸れてしまったらもう多分失敗に終わるので、アーチャークイーンとかも処理しなくてはいけないので、さあここでさあアーチャークイーンも処理できる場所にいますよね。はい、この時点でさあライトニングを打ちました。はい、3発目のですね、まあ、ライトニングの法則を皆さん、やはりわきまえておりますよね。そこで対空砲、大丈夫でしょうか。これは援軍もまだ残っている状況で、さあアーチャークイーンの体力も少ないですけれども、アーチャークイーン残り1体、さあここでインフェルノ破壊、そして対空砲1つ破壊、そして大砲に向かっていって、最後はあれということで、対空砲がまだ3本残っている状態でございます。さあ、ここで出してきました。今回もラバハウンドをですね、遠目から出してターゲットを取らせて、少しでも、バルーンをですね生き延びさせると。さあ、ここで反時計回りに出していきますね。やはり反時計回りに出すってことがやはり重要ですよね。反時計回り、そしてラバハウンドは遠目から出すという感じでございます。本当にね、うまいですね。さあ、ここで、はい、もう中心部も破壊できています。でもラバパピーがちょっといないんですよね。そこまで、そこはウィザードでちょっと補っておりますね。さあ、ここでラバハウンドがまだ生きていないのかな。生きていないですね。その状況で防衛施設は残り対空砲1つ、そしてアーチャータワーという、あと隠しテスラもありますね。これ結構見た目的には厳しそうな感じしますよね。隠しテスラが、あ、でもここで隠しテスラが破壊できるんですね。しっかりとラバパピーの数こそ少ないんですけれども、しか最後のそのバルーンがしっかりとやってくれてますね。あ、ここでもうラバハウンドが、やはりラバパピーがですね、アーチャータワーとかによってターゲットを取る前にバルーンでしっかりと攻撃できたのがでかかったですね。今回ガーゴイルも少し混ぜております。あとは、そのバルーンとラバパピー、そしてガーゴイル、まあ水とかもですかね、どんどん 100% ということで、3本のリプレイを見てきました。まあですね、今回のその3本のリプレイというのは、やはり、まあ、重要なポイントはやはりハイブリッドで、まあ、そのゴーレム2体、そして 2体を出してインフェルノ、そして対空を破壊していくという、そのハイブリッドの流れからちょっと外れてですね、ゴーレムを2体出したんですけれども、対空砲であるとかインフェルノタワーを破壊できなかった場合にもハイブリッドはここまで強いと。いや、まあハイブリッドすごいっすね。もう私もハイブリッド練習していこうかなと思いました。本当にハイブリッド強いです。ということで、ご視聴ありがとうございました。